い、どうも。はい、どうも。お願いします。では、頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。トミーです。カンです。お願いします。お願いします。ということで、はい、YouTuber 対抗4人 ×100m リレー対決。同じような場所で、うん、同じようなことを、はい、ヒカキンさんのチャンネルでやったじゃないですか。まあ、その大人数で集まってそのリレーをするっていう企画をヒカキンさんのチャンネルでやらせていただいたんですけども、はい、僕たちもチームコカ・コーラに任命されておりまして。そうなんです。今回ですね、はい、老若にゃんにょを集合させましてみんなでこうリレーをやろうかなと。そういうことです。ということで今日何をするかと言いますと、うん、僕ら走りません、はい、なんとなくで、うん、足が速い人って分かるんじゃねえかなと思いまして、この人たち僕ら一切接点ないんですけど、僕らの人たちの顔を見て大体この人が速そうだなっていうのは、まあ通りっぴというか、うん、この人とこの人のバトンの渡す相性良さそう。そうそう、だから 400m1 周を4人で回していただいて、はいはい、トミーチームと僕チームが、うん、はい、どっちが勝つかと、はい、ガチ勝負。まあでもあの皆さんには怪我のないようにやっていただこうかなということ、はい、いやでも面白そういや選んでいきたいと思います。ということで、はい、選んでいきますか。はい、いけそう。いや見た感じ俺はもう大体わかるよ。え、大体わかる。わかんの。わかる。大体あ早いなって、この人早いな、足の筋綺麗だなとかってこと。いやなんかもう今こう動いた時とかのこの機敏さとかでわかるね。あ、見てんだそこ。見てた、今見てたけど大体わかった、大体わかった。マジでドラフトですね、これはもうまあでもこれはもう年齢とかアロマジックなんで、はい、もう早い遅いはもうあって当然なんで、はい、それを前提で選んでいくだけなんで、じゃあとりあえず1層目を決めますか。はい、行きましょう。で1層目だから、まずだから何にするか行きましょう。行きましょうか。はい、はい、最初のグッジャケンポイ、はい、クソ。ありがとうございます。いや俺一人めちゃくちゃ気になってる人いるんだね。いや分かる分かる分かる。いやなんかその多く語らずして僕は絶対に選ばれる可能性じゃあ僕は絶対に選ばれるでしょう。奥から2番目のあーでもやってた感すごいもんね。僕は、いや若いんだけど、速そう。わかるよ、わかるよ。真ん中の。あ、よかった、よかった。あ、いい。絶対スポーツやってる。仲良くできる？意外とできそう。はい。いきますか。はい。最初のグー、じゃんけん、ぽい！早くしょ！早くしょ！やべえ、これ結構やばいかもしれん。難しいんだよね、本当に。じゃあ、右から2番目の方で、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。やべえな、やべえわ、それは。2番目の、右から2番目の君、よろしくお願いします。全然ね、あれだからね、早い可能性あるからね。そうですね、もう兄弟ですからね、絶対バトン渡しは必見ですよ。そこは確かに、上手そう。上手だね。じゃあいきますか。最初あげる、じゃあげる、ぽい。あ、ごめん。最初あげる、じゃあげる、ぽい。やべえ。何を難しがってんだっていう。右から2番目の彼女で。わあ。はい、よろしく、よろしくお願いします。いや、僕は。はい。いや、正直、うん、このままだったら勝てないんですよ、多分。いやそんなことないよ、やっぱ爆中ってかないじゃあ一番右側のお父さんにしよう。お父さんにその代わりちょっと、うん、あじゃんけんでしょ。これ俺勝ったら勝つぞ。俺これ勝ったら勝つぞ。そんな試合やりたくない。いや分からんから、ガチでやってるから。こっち行こう。さあじゃんけん、じゃんけん、ぽい。よし。じゃあ、右の子で。お前、人間か、本当に。本当に人間か、お前。よろしくお願いします。ではちょっと作戦会議含めて、はい、ちょっとやりたいと思います。ウォーカーだったら強そう。やめろ、お前。ペア2つあるから。
ポーカーだったら、ね、あの5枚はすごい強いし、リレーも強いんで、いきます。絶対勝つぞー。おー絶対勝つぞ ー普段運動してるよって方います。あ、やっぱ終わった終わった。え、じゃやってない、運動してない。そうですね、終わった。え、運動してないの君。してない、してない。え、嘘だ。え、運動してないですか。全然もう、いや、やべ、え、運動してない。部活で。あ、部活で、はいはい、卓球やってます。卓球は走らん。結構やばいかもしれんな。はい、いける。いや、ジョギングじゃん。いや、ジョギングじゃん。何、バトンもらうときとかもうリードしなくていいから、もう順当に、順当にしろや。そう、ミスが危ない。ミスだしろや。ミスだけが危ないから、ミスないようにこう行きますよ。皆さん始めますよ。じゃあお願いします。行きます。位置について。よーい。いけ、いけー。うわ、はい。いけー。大丈夫。大丈夫。いけ、いけ、いけ。いけー、大丈夫。あのメガネの子いける。よし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 。バトンミス、バトンミスあった。あ、でも球詰まってやばい。あ、いけ、いけ。やったー。お願いします。お願いします。いけー、いけー。さあ、素敵だ、素敵だ。あ、あ、早っ、女の子。女の子早っ。女の子早っ。いいよいいよいいよ。見たことない、見たことない。ここまでですよね。いいよいいよ。見たことない、見たことない。オッケーオッケー。最後まで、最後まで。なんで全力で走る。最後は最後まで、最後まで。全力で。いいよいいよいいよ。全力で走らんでいい。オッケー、よく頑張った。素晴らしい。頑張ってください。歩いて大丈夫です。もう歩いて大丈夫です。あ、大丈夫ですよ。もうね、ゆっくりで大丈夫です。ゆっくりで大丈夫です。だいぶ差がついたね。だいぶ差つきましたね。ここでゴールなんで、ここでゴールなんで。あ。だいぶ差がついたね。だいぶ差つきましたね。早い。意外と。早いんだもん。申し訳ない。いや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 。青チームの勝利です。イエーイ。いや、楽しかった。いやいやいや、楽しかったな、よかった。楽しかった。ということでですね、コカ・コーラでは東京2020オリンピックの聖火ランナーを募集しています。はい、コックオンというアプリで8月31日まで応募できるので、はい、まだの人はぜひ応募してみてください。よろしくお願いします。すごいチャンスだからね、多分。そうですね、そういうこと。老若男女全員いけるんで。そしてチームコカ・コーラの YouTube チャンネルや Twitter や Instagram も立ち上がっていますので、はいはいはい、いろんなコンテンツが投稿されているので、うん、そちらの方も概要欄のリンクからですね、チャンネル登録とフォローの方よろしくお願いいたします。お願いします。ということで、以上、今日の水溜りボンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日。ありがとうございました。ありがとうございました。